今は差し替えではなく後半これです。これで補強するんです。面で補強する。これ全体を面で持たしてるんですね。これが一番強いって言われてるんです。ただこれもきちんとこの土台から桁までをつながないとダメ。それも構造用合板って言って普通のベニヤじゃなくてちゃんとした構造用合板でやりなさいっていう規定を決まって、あと釘のピッチとかも。耐震の場合計算をするんですけれども、計算上それが合ってるか合ってないかっていうのを確かめながらやるんですね。それが耐震工事なんです。